ヒースロー空港のカウンターに私宛てのメッセージが届いていました。オリエントエクスプレスに乗ってくるんだってね。いいな。ベニスでね、ショーン。私の小さな恋人からでした。私がビクトリア駅に着いた時にはすでにチョコレートブラウン色とクリーム色のプルマンカーがホームに入っていました。ペルセウス、シグヌス、ミネルバ、オードリー、アール・ヌーボーの列車デザインの最高傑作と言われたプルマンのそれぞれの車両に付けられた名前です。11時44分、発車間際突然雨が降り始めました。ロンドンの天気はいつもこうなんだそうです。走り出してみると1920年代の列車さすがにちょっと揺れが気になりました。コンパートメントのビロード張りの椅子に座ると豪華気分。同席の英国紳士と会話しながら窓の外にはケント地方の田園風景が走ります。ランチの後、私は列車長のピーターさんにパーラーカーを案内してもらいました。この車両の名前はペルセウス。ギリシャ神話の中でメドゥーサを殺した神の名前です。スプーンやナイフ、フォークなどはすべて銀製。壁にはカエデの木を使っているそうです。食器はリモージュの焼き物、グラスはクリスタル。もちろんオリエント急行のネーム入り、ピーターさんのボタンと同じマークでした。このピーターさん、昔は俳優だったそうで、いろんな話をしてくれました。ピーターさんの話を聞いているうちに列車は英仏海峡の港町フォークストンに到着。港からは突然冷たい風がスーッと窓に入ってきました。ここでチョコレート色のプルマン車と別れ、シーリンクと呼ばれる船に乗り換えます。もちろんイギリスからフランスに渡るのですから、出国の手続きが必要でした。フォークストンは夏とは思えないほど冷たい風が吹きつけて、おまけに港の岩肌が真っ白にそそり立っていたので、大げさじゃなくて本当に南極に来たみたい。
ドンを出発して25時間でベニスに到着する。料金は550ドル。このドーバー海峡を渡るとなんとフランスのブローニュへ。そしてパリ。100年前初めてのオリエントエクスプレスが出発したのがこのパリでした。そしてスイスのローザンヌ。世界一長いシンプロントンネルを抜けイタリアのミラノ。ロミオとジュリエットの街ベローナ。そして私の目的地ベニスへと4つの国を走り抜けていくんです。ベニス、私にとっては2度目の旅です。美しい水の都ベニスは西暦452年が建国と記されています。5世紀頃北部イタリアにはアルプスを越えてフン族やゴート族が侵入し、次々と町や村を襲い破壊し、男たちを殺し、女たちには暴行を加えました。人々は司祭を先頭に海の中の沼地へと逃れていったのです。そこには木の影すらなく、ところどころ海から露出したラグーナと呼ばれる干潟でした。人々はそこに木の杭を打ち込み、その上に水に強いイストリア産の石を積み上げて都市を作りました。ベニスはこうして生まれたのです。ブローニュの港が見えてきました。少し暖かく感じます。ブローニュからはこのワゴンリーと呼ばれるブルーの寝台列車に乗り換えます。北フランスの田園風景を照らす夕日を見ているうちに、私は4年前のベニスの思い出に誘われてしまいました。約2世紀にわたってベニスを襲ったペストの終わりをマリアに感謝するため、1630年に建てられたサンタマリア・デ・ラ・サルーテ教会。石のモザイク床の美しさは私の大好きな思い出です。アカデミア美術館にはベニスの美しさに取りつかれたベネチア派の名画が嬉しくなるほどたくさんありました。
トレット、ベッリーニ、チーマ、ティッチアーノ、ベロネーゼ。長い夏の日がようやく暮れ始める8時ごろ、私はダイニングサロンで夕食をすることにしました。パリまではあと2時間。最初はエビとキャビアのコールドスープ、これはスズキのモルネソース、そして牛肉のデミソースかけ、オリエント急行が最も華やかな1930年代も
王侯貴族や政治家、スパイ、娼婦、亡命者を乗せて同じように走っていたに違いありません。ベルエポック風のユニフォームも当時のまんま、もちろん車両も当時のままですから、夏の冷房もありませんし、揺れるのは覚悟の上、徹底したノスタルジーの夢を乗せて走ります。最後はデザート、ピーチシャーベットとクッキーうん、なかなかでした。イギリス人、フランス人、イタリア人、アメリカ人、ベルギー人、そしてこんな素敵な夜に事件が起きる。アガサ・クリスティのオリエント急行殺人事件はこんな夜に書かれたのではないでしょうか。目が覚めるとそこにはスイスの美しいアルプスが見えるはずだったんですけれども、でも私はすっかり寝過ごしてしまったようで、もうここはイタリア、ミラノに近いあたりを走っていました。そろそろ朝食が運ばれてくる時間、コンパートメントのコーナーにある洗面台で身支度を整えて待つことにしました。朝食はコーヒーとクロワッサンのコンチネンタルスタイル。列車はミラノを過ぎ、ブドウ畑をひた走ります。そしてベローナ。ベローナはシェイクスピア劇ロミオとジュリエットの舞台となった古く美しい街です。ベローナを過ぎると25時間の旅もあと1時間半でベニスです。ビュッフェではにぎやかなメニュー、スパゲッティやパスタの並ぶイタリア式ランチを楽しみながら、私はオリエント急行の旅を締めくくることにしました。列車のスピードが急に落ちました。ベニスに入る橋の上に差し掛かったからです。オリエントエクスプレスはサンタルチア駅に滑り込むっていうよりはゆっくりと入っていきました。
サンタルチア駅を出ると目の前には島の真ん中を流れるカナールグランデという大きな運河があって、ホテルのボートが迎えに来ていました。この大運河沿いにはいろいろな有名な建物があり、またいろんな生活が顔を出してくれています。このカジノは冬場だけのもの、夏場のカジノはリド島にあるそうです。16世紀にアントニア・デ・ポンテによって建設された橋で、ベニスの商業の中心地となったあたりです。黄金の家っていう意味で、昔は全面が黄金色に輝いていたんだそうですよ。バポレットと呼ばれる水上バス、200メートル間隔で停留所があり、料金は1000リラ、約200円です。正面に金箔のモザイクをした館、多分昔はお金持ちの商人の館だったんでしょう。わっ、ゴンドラ。真ん中の船からのカンツォーネを聞きながら仲良くやってきました。わあ、結婚式のゴンドラに出会いました。いいな、お幸せに。サンマルコ、ベニスの政治経済の中心地です。多分あのマルコポーロが1271年東洋に旅立ったのもこの岸辺からだったんでしょうか。この宮殿は共和国時代の議事堂と裁判所を兼ねたところです。大運河から小さな運河に入るとホテルの玄関口へ通じる船着き場がありました。
このホテルはもともとダンドロ家のお屋敷で、14、5世紀には道者と呼ばれる国家統領の館だったところ。中世のベニスの典型的な建物の作りを今に見せています。ここはドージェの部屋。すべてが当時のまんま。ベネチアガラスのシャンデリア、金箔を貼った鏡、椅子、机、大きな暖炉があり、昔冬になるときっとドージェがここで薪を焚いたりしたのかな。窓から私の好きなサルッテ教会が見えます。そして広場には陽気で明るいベネチアの声が聞こえてきました。とにかくみんな楽しそう。まるでマルコ・ポーロが帰ってきた時のよう。夕暮れともなれば一変して、青白い大理石はまるでおとぎの国のよう。大運河に面したテラスのレストラン、新鮮な海の幸をふんだんに使ったベネチア料理が私の旅の疲れを癒してくれました。
散歩を楽しみました。朝の空気を胸いっぱいにして、ご機嫌な一日の始まり始まり。この宮殿はおよそ9世紀の間、ベネチア共和国の政庁で歴代120人の童子がこの宮殿からベニスを統治したのです。もともとはビザンチン建築だったんですが、大化のたびに再建され、ビザンチン様式に組み合わせて、下の方がゴチック、上の方がルネッサンスとユニークな形になっています。とにかく驚くことには、階段から部屋という部屋、金箔を張り巡らしてあるんですよ。ここは童子が評議員を招集して開いた会議場です。ここも金箔が貼られた中に、なんとティントレットやドゥラベッラの絵が描かれていました。ドゥカーレ宮からため池の橋を通って運河を渡ると、牢獄に通じています。受刑者はこの橋を通るとき、運河に架かる橋の上で見送る肉親や恋人と最後の別れを惜しんで、どんな気持ちで牢獄へ引かれていったんでしょう。そんなロマンチックな鑑賞など、ひとたび石牢の中に入ると消えてしまいました。下の階にある牢には塩の緩慢で牢屋の中に水が入ってくるんです。ベニスにはとっても野良猫が多いんですよ。それも本当に我が物顔。私の考えなんですけど、多分昔ペストが流行ったため、ネズミを捕る猫が今でも大事にされているんではないかしら。ベニスの街は歩いていると突然見知らぬ古い建物に出会います。このゴチック様式の教会は14世紀のもの。
ツィアーノの聖母マリアの昇天。感激に胸が震えてきてしまいました。路地を抜け出たところには必ず中庭のような広場があって、その中央には井戸があります。でも地下水を汲み上げる井戸ではなかったんです。井戸から少し離れたところに開いている穴は雨水を吸い込む穴。考えてみると運河の水は海水、ベニスの人は飲料水をこの地下に染み込ませて溜めた雨水に頼るしかなかったんですもんね。井戸は常に生活の中心だったわけです。ベニスの街を歩いていると運河沿いの建物があっちこっち崩れ落ちているのに気づきます。昔は運河の方が表玄関だったそうで、どの家も立派な門が並んでいます。でもその門も運河の汚れと地盤沈下で閉ざされ朽ち果てています。糊が石を蝕んでいます。鉄の扉が潮に壊されています。今でも毎年3センチぐらいの沈下があると聞きました。シロッコというアフリカからやってくる季節風が吹くと海水が上がってくるそうです。今日のサンマルコにも波が上がってきていました。何が原因してベニスは破壊されているんでしょう。私の小さな恋人ショーン君です。私をこれから素敵なベニスに案内してくれる約束なんです。まずは2人で昼食をとって出かけることにしました。さて、ショーンとの島巡りに出発。
ベニスを後にしてラグーナの高速道路をひた走ります。最初の目的地トルチェッロへと進路を取りました。ここはベニスの島々の中で最も古い歴史を持つ島。今はとっても沈下がひどくて、冬はほとんど水面下に沈んでしまうそうです。一時は3万人もいた人口も今では100人ほどになってしまったなんて、ちょっと寂しい気持ちになってしまいます。サンタフォスカ聖堂、7世紀に建ったんです。こんなに素晴らしいビザンチン様式のモザイクを持つ教会が、沈みゆくこの島にこんなに美しく残っていることを思うと、静かに忍び寄るミステリーを感じます。おもちゃ箱みたいに色とりどりのこの島、ベニスの囚人が流されたところです。男たちはここで漁をして生活をし始めました。夕暮れ時、妻が待つ家路をたどりながら、我が家を遠くからでも分かるようにと、家を赤や黄色や緑に塗ったんです。女たちは男を待つ間レースを編み、それが有名なブラーノのレースになるなんて、なんて可愛らしいロマンなんでしょう。レースのお店がいっぱい。
素敵なレースがたくさんあります。私はこのお店で大きなテーブルクロスをお土産に買って帰りました。こちらは2年がかりで作ったもの。2000万円気持ちよさそう。Marito, 3 anni. Ah. E questa si è fidanzata. Grande amore. Sposata con questo. Sposata con questo. Questa giovane. Fantastica. Che anni laccia. Come? I miei capelli non ce ne ho più capelli adesso. C'è bello stito. Cicca. 私もちょっと仲間入りをさせてもらいました。でも。とっても早すぎてついていけません。7通りの編み方があって、30センチを編むのに約1ヶ月もかかるそうです。私たちはレースを編むとき、かぎ針を使いますが、ここでは普通の縫い針を使うんです。そしてトロンボっていう枕の形をした台の上でどんどん作り上げていくんです。14世紀から15世紀にかけて、ベニスの人々5万人もの人がペストで死んでいったそうです。このサンフランチェスコ島のあたりは特にひどくて、一時は誰も住まない見捨てられた島となってしまいました。その頃この教会が建てられて、人々が戻ってくるようになったとこの牧師さんが話してくださいました。ベニスの人々が最後の眠りにつくサン・ミケーレ島。ここに来る途中も私はあるお葬式に出会いました。運河にボートが入った途端、そこはベネチアガラスのオンパレード。運河の両脇には次から次へと素敵なガラスのお店が続いています。11世紀頃、ベネチア人がオリエントで見つけた美しいものの中にシリア製のガラスがあったんです。職人にその技法を習得させて、ベネチアガラスが始まりました。この島は技術の秘密を保つために13世紀に職人の監視を目的として工場が集められたんだそうです。運河沿いの工場で作業を見せてもらいました。まず種ガラスを取り出し、形を整えて吹きガラスを膨らませます。
形を整えたら、もう思いのまま。こうやってくるくるくるっと回して、ほら、魔法みたいでしょ？小さな可愛いお店を見つけました。中に入ると、わあ、なんとおとぎの国みたい。このお店ごと全部持って帰りたくなる。私の旅は大満足。美しい街と美味しい食べ物、陽気で優しい人々。私はとってもベニスを愛しています。